船後康彦君令和新選組船後康彦でございます本日は一般質疑ということで子ども家庭庁さんに来ていただき令和新選組船後康彦でございます 本日は一般質疑ということで、子ども家庭庁さんに来ていただき、障害のあるお子さんが通う放課後等デイサービスについてお伺いいたします。改正児童福祉法のもと、2012年、平成24年に放課後等デイサービス事業が発足してから11年経ちました。資料をご覧ください。この10年間に事業所数は6.6倍。 費用は約10倍に増えています令和4年度の費用額は約4,669億円で障害福祉サービス等全体の総費用額の13.7%障害自治園全体の総費用額の67%を占めるまでに至っていますしかし中には利益優先で単に DVD を見せるだけ 学校の宿題をやるだけの事業所もあるなど支援の質に関してはいろいろ指摘がなされてきましたこの現状に対して障害児通所支援に関する検討会が今年3月に報告書をまとめ以下のような方向性を打ち出しましたガイドラインに記載されている4つの活動すなわち 自立支援、創作活動、地域との交流、余暇活動の提供という総合的な支援を基本とすべき。その上で、子どもの状態に合わせて理学療法、作業療法、言語療法などを重点的に行う場合、必要性を丁寧に判断し、計画的に実施する。その一方で、ピアノや絵画のみを提供する支援は、公費負担の支援としてふさわしくない。 ガイドラインに示される支援の視点とのつながりを明確化した支援内容とした上で提供することが必要とされましたそこでお伺いいたしますがガイドラインにある総合的支援を満たさず預かりがメインの場合や学習支援のみ趣味の指導など特定の技能教育だけを提供する場合は公費の対象から外されるということでしょうか 工藤内閣府副大臣お答え申し上げます放課後等デイサービスは、障害のある就学児に対して、授業の終了後、または学校の休,休業時に発達支援を行う重要なサービスであり、現在、令和6年度、障害福祉サービス等報酬改定に向けて、質の高い支援を 提供すするるための方向についいいてて検討しているところでございますその中では令和5年3月に取りまとめられた障害児通所支援に関する検討会報告書も踏まえて適切なアセスメントの実施と子どもの特性を踏まえた支援を確保する観点から支援において健康生活 運動、感覚、認知、行動、言語、コミュニケーション、人間関係、社会性のご領域をすべて含めた総合的な支援を提供することを基本することと求める方向で検討を進めているところでございます。委員ご質問のピアノや絵画、学習支援についても、 それ自体を否定するものではありませんが、放課後等デイサービスが発達支援を提供するサービスであることを前提に、適切なアセスメントの下で、ご領域を踏まえた支援として提供していただくことが必要であると考えております。引き続き、子どもの発達段階や特性を踏まえた質の高い支援が適切に提供されるよう、 必要な取り組みを進めてまいります。速記を止めてください。 代読いたします。そこでお尋ねします。あ、そこでお尋ねしますが。発達障害のお子さんに必要な支援の。評価基準はあるのでしょうか。副大臣お願いします。速記を止めてください。 速記を起こしてください工藤副大臣お答え申し上げますそれぞれに必要な支援を基準化したり数値化したりすることは,子ど,もは子どもの発達段階や特性支援ニーズが様々である中で難しい面があると考えております一方で放課後等デイサービスの実施にあたって基本的事項を定めた放課後 当デイサービスガイドラインの見直しに取り組んでおり、この中で基本となる支援の内容や、障害特性に応じた配慮事項などもお示しすることを検討しております。質の高い発達支援の提供が推進されるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいります船越彦君。 ありがとうございます。今回質問するにあたり発達障害のお子さんを対象としたクリニックの医師であり個々のニーズに沿った学習支援に特化した放課後デーを行っている先生にお話をお伺いいたしました不注意多動衝動のため制止されたり叱られたりして暴れる一つのことに集中しすぎて 次の行動に移れない知的障害はないのに手先の不器用さ眼球運動視覚音韻などに課題があり文字の読み書き算数などの学習障害を引き起こす手足目耳などの個別の動きを一緒に行う協調運動が苦手でキャッチボールができない人の話を聞きながらメモを取ることができない など様々な運動・学習に困難をきたすお子さんがいます発達の凸凹状態は様々ですが小さい時から生きにくさ・困難を生きている点は同じと言います集団生活の中では失敗が多く集団規律の厳しい競争主義的な環境の中で自己肯定感を持てないでいます そのようなお子さんにククリニックで出会い、医療の枠の中だけでは月に1回の作業療法理学療法しかできずあとは家庭に任せてしまうことになる得意なことを伸ばし不得意は他人に任せて育ててもらう助けを求めることができるようにという生活支援個別の学習支援ができる場として放課後デーを始めたとのことでした。 こうしたお子さんは放課後、学童保育にも通っていますが、そこではこうした個別の困難に対応した支援は難しく、また学校現場では教員不足が深刻で、一人一人の子どもにきちんと向き合う時間がありません。通級指導にしても、子どもの個性に合った指導スキルを有する教員はもっと不足しています。そのため、 学習支援を受けるために放課後デーに通っていますしかし今回の方針では児童発達支援におけるご領域健康生活運動感覚認知行動言語コミュニケーション人間関係社会性のすべてを含む総合的支援の実施が前提となっていますそのため多職種の専門スタッフを必要とし 今まで小規模で丁寧な支援をしてきた事業所では経営的になり立ちません学習支援や音楽絵画など本人の得意分野での指導などに特化した放課後デーが今後、投下されると発達障害のお子さんが学習支援や自己表現の機会を失うことになり自己肯定感の低下につながり不登校・引きこもりにつながりかねないと。 お話を伺った先生は憂慮されます。小規模で十分な支援を行うには現在でも財政支援が足りないと言いますもちろん営利だけが目的の事業所は論外ですが放課後での見直し再編にあたっては医療的ケア児の判定スコアのように障害に応じて何が必要な支援か適正に評価する仕組みと それに応じた支援の拡充が必要と考えますが、いかがですか。工藤副大臣、はい、お答え申し上げます、えー。まあ再質問というか深い深掘りした質問だと思いますが、現在令和六年度障害福祉サービス等の報酬改定に向けて質の高い支援を提供して。 おりますという方針について先ほど答弁させていただきましたがあの障害を持つ方様々な特性のある方に対しては手広く手厚くそして様々な観点から、えー、対応せねばならないと考えておりますそのことはこれはガイドラインも大変ですが現場の方々教員の方地域の方々としっかりと対話しながらそしてまた一番大切なのは本人が何をそのデイの中で えー、放課後デイサービスにおいて望んでいるか、そのことを、対話をしっかりして、えー、本人が、えー、この教室に来ることが本当に毎日楽しく会ってもらいたい、そんなふうに考えておりますので、精一杯、えー、子ども家庭庁としては、えー、目配せ、着配せをしながら、各部署と連携取りながら、これからも進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 船子安彦君ありがとうございます今回の報告にインクルージョンの推進が掲げられ児童発達支援放課後等デイサービスの通所障害児支援についてもより子ども一般施策にシフトしていくことがうかわれていることには大賛成ですしかし そもそも学童保育での障害児の受け入れがなかなか進まないために障害児にとっての安心安全な居場所としてまた就労する親家庭支援の場所として放課後デーが増え続けた経緯があります2024年の法改正で預かりを主とする事業所や学習支援のみピアノや絵画のみの事業所が支援対象にならず投下されることで 障害児の放課後の居場所が奪われることのないよう願います。次に前回、大臣所信に対する質問で、時間切れでお聞きできなかった質問をさせていただきます。大臣は特別支援教育の充実に触れ、インクルーシブな学校運営モデルの構築を進めるとおっしゃいました。これは、 今年の3月に報告書が出された、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援のあり方に関する検討会議の提案を受けてのものと存じます。しかし、報告書では、現在の多様な学びの場を維持しつつ、とあり、あくまで特別支援学校と通常の学校という2つ以上の仕組みを前提にしており、障害者権利条約が言う、 すべての子どもが必要な配慮を受けて同じ場で学ぶインクルーシブ教育は想定されていません確かにモデル事業の構想では現在取り組まれている特別支援学校と通常学校との交流共同学習をより日常的に場を統合して行いそれぞれの教員がその専門性を生かし 柔軟な教育課程指導体制のもとで協力して指導に当たるとなっていますそのため現状の1年に数回行事の時だけの交流に比べたら格段に交流共同学習は進むと期待されますしかし一緒に過ごすことがいいならなぜそもそも学籍を分けた上で交流共同学習を進めるのでしょうか せっかく一緒の場で学習をしても、学籍を分けることで、障害のある子はお客さん扱いとなってしまいます。大臣、最初から同じ学級、学籍で学校生活を送り、必要な配慮を得て一緒に授業を受けるインクルーシブ教育に向けての制度改革と条件整備こそ必要ではないですか。森山大臣 先ほども出ておりましたが、本年3月に取りまとめられた検討会議報告において、特別支援学校と小中高等学校を一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルの創設等について提言されたことも踏まえ、文部科学省においては、その実現に向けて必要な予算を令和6年度概算要求に計上したところです。具体的には先進的な取り組みを行おうとする自治体等に委託し、現行の特別支援学校と小中高等学校において、 それぞれの教育課程で学ぶ障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ環境を整備するため柔軟で新しい授業の在り方や人員配置を含む指導体制の在り方などについて様々な観点から実証的な研究を行うこととしていますこれらの実証的な研究の成果等を踏まえた上で他の地域への展開を図るなどより インクルーシブな学校の実現を目指して取り組みを進めていきたいと考えております以上です船川康彦君終わりますありがとう代読いたします終わりますありがとうございました本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会いたしますご苦労様でした